どうもおはようございます。いやー、快晴ですね。最初雨降ってたんですけど、天気がいい。いやでもロケ最高っすね、天気がいいときは。いやー、どっちだろうな、冬の方が好きかな。で、家で温まってるのが好きだから、なんかこう寒いのは苦手だけど、そっからこうあったかいとこに入った時が好き。挑戦した役、なんか二面性の役とかやってみたいですね。なんか表ではいい子なんだけど、裏ではすごいいろいろ考えて計算してるみたいなっていうような役をやってみたいかな。こんにちは、D-BOYS 柳下智です。はい、というわけで、今回のテレビジョンオムの撮影も無事に終わりました。まあ毎回思うことなんですけど、今回でも3回目なんですけど、まあやっぱテレビジョンオムでのこうね、取材は本当に楽しい。いろんな写真を撮ってもらえるし、いろんな役着せてもらえるし、スタッフさんの優しい、これにつきますね。いや本当に今回も、まあ、朝雨降ってたんですけど、入る時間が。でも写真を撮る時にはすごいいい天気になってて、気持ちよく撮影ができました。洋服も僕が好きなような洋服を着せてもらって、本当に、まあ、こんな感じですね。はい、本当に楽しかったです。また、出れるように僕自身頑張ります。あ、それと告知なんですけども、12月の16日に、夏に開催されましたイベント、夏床という D-BOYS のイベントがあったんですけども、その夏床を収録した DVD2 枚、そしてラジオドラマを挑戦したんですけども、そのラジオドラマを収録された CD、 まあ、トリプルキャストでやったんで CD3 枚と DVD2 枚の合計5枚セットで、夏床2009という CD&DVD が12月の16日に発売されます。よかったらチェックしてください。それから、主演映画12月26日公開の書の道という映画に出演してるんで、よかったら足を運んでもらえたらなって思います。それからあと来年の1月クールのドラマで新選組ピースメーカーというので起きた掃除役をやらせてもらいます。今新選組をいろいろ見て勉強してる最中です。こちらもぜひチェックしてください。はい、というわけで以上、柳下智でした。今日はありがとうございました。
バイバイ。